さてさて、はい、もうすぐサンタがやってきますよ。そうですよ、大好きな季節ですね。私が冬が好きなんだっけ。冬というかクリスマスの雰囲気が、あー、街がね、はい、浮き足立ってる感じがね。クリスマスまで好きなんです。お正月になると嫌なんだっけ。嫌なんです。それがわかんないけど大晦日とかは好きなんだろ。大晦日は好きですけど。あー、わかるわかる、うん、なんかな、いいよな。はい、俺はクリスマスからやっぱり大晦日の間ぐらいは好き。ああ、なるほどなるほど。クリスマス前は俺あんま好きじゃないな。ああ、なるほど。なんかあちこちでいろいろやり始めんだろ。まあそうですね、いろいろやってますね。お前ら踊らされてんじゃねえよみたいな感じで俺はこうついつい見守っちゃうけれど。この間キャラロジでも話したんですけど。おお。すごい、どっか、あれアメリカなのか、ノーラットっていう国際機関が、うん、サンタ追跡してるんですよ。あ、なんかやってるよね。はい、なんかすごいいいなと思って。アメリカとかってさ、本気でそういうのやるよね。なんかいいなって思いません、そういうの。まあ夢があるっつうか、なんつうかな、夢があるっていうのはちょっと違うけど、センスがあるよな。はい、そのシャレっ気があるっつうか。間違い電話から始まったらしいですかね。あ、そうなんだ。なんか、なんかスーパーにちょいちょい置いてあるなんか新聞みたいのあるじゃないですか。うん、なんとか新聞みたいな。うん、それに、サンタさんと電話ができるっていう、うん、広告を、誰か出したんだ。誰か出して、その電話番号が間違ってて、そしたら、国際機関に繋がっちゃって、コーナットっていうミサイルとかそういうの追跡してるのに繋がっちゃって、で、なんか、子供が、サンタさん、今どこですかみたいなことっていう電話がそっちにかかっちゃってんだ。したら大佐につながって、すげえな、大佐が、今南の方に向かったみたいだよみたいなことを起点を聞かせて言ったから、あの追跡が始まったらしいんです。そっから、はい、ユニークですね。いい話だね。いい話です。ユニークです。で、実際その広告出した人はどういう意図で出したんだろうね。やっぱなりきりサンタみたいな人なのかな。多分そうなんですかね。日本だとな、なんだっけ、あの人がやってるよな、パーカッションのあの人。私昔サンタさんからお手紙来ましたよ。親とかじゃなくて。サンタは親じゃないですよ。あー、なに、そういう子。君そういう子。あ、これだ、パラダイス山本だ。へぇー、公認サンタなんだよ。すごい。ちゃんとそのグリーンランドが発行してるやつを持ってんの。サンタなんだぞ。そう、サンタさんいますよ。お前ん家にも。うちにはいません。高円寺連れてった。いやいや、サンタはいません。サスボバーガーに釣られてやってきた。いや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 、サンタじゃない。まさかと思うけど、もうやってないんだろ、家では。何をですか？そういうクリスマスプレゼント的なもんは。やってますよ。そういうことをやってんの？そういうことってどういうこと？いや、なんか寝てる間にその。でもギャグでね。そういう格好してんの、まだお父さん。いや、格好はしてないですけど。でもいつだったかお母さんの枕元にプレゼント置いてましたけどね。うわー、なんかあれだなー。お前んちはメルヘンな世界にしてんなー。うっちゃ、うん、サンタさんは。いや、でもそういうイベントをちゃんとやってる家族なんだ。やってましたね。昔もやっぱ起きたら置いてあるっていうのが。うちはもうやっぱさすがに小学校高学年の頃にはもうなくなってたな、そういうの。私がそもそも小学校高学年まで信じてたんで。本当に？ 5 年ぐらいまで。すげえな。ウッキウキだったんですよ、本当に。サンタがいると思って。うん。おかしくね、だって。もうその年になってくるといろいろ矛盾点出てくるんだろう。いやー、なんか周りがみんないろいろ言ってたけど、やっちゃんとか全否定しそうだよな。確かに。いろいろ理屈でな。いや、でも結構なんだ、私結構ほんといろいろ信じちゃうタイプなんで、ノストラダムスも信じてて毎晩泣いてた子なんで。もう10年経ってんじゃん。だから、結構そういう、なんつうのかな、信じちゃうんですよ。そう、予言とか。疑わないんですよ、お化けとかもじゃあ信じちゃう方？心霊写真とか。
心霊写真怖くて見れないです。あー、そういう感じか。怖いのダメですけど、うん、おじいちゃん亡くなった時とかとか、うん、とかとか変な現象起きるとちょっと、あー怖い。いや、やっぱり身内は怖くなかったですけど。あー、なるほどね。うん、まあそういう感じの子でした。サンタはでもなんどういう、今だと大人になったらもうさ、うん、クリスマスってそういう感じじゃない感じで楽しんでんじゃん、大人っても。まあ皆さんはそうですね。なあ、そういう風にはしないの？なんないの？私は結構、うん、いわゆるその家族派？家族派です。クリスマスは家族で過ごすっていうのが、まあ本当はそうらしいよな。結構、うん、まあ一緒にね、元彼さんとかとね過ごしたことはありますが、 あんじゃんあるけど、やっぱ私ダメですね。やっぱ家族の方が、家族の方が良かったですね。あー、でなぜじゃあ恋人と過ごさなきゃいけないの？いや、それはでも日本独特らしいよ。ですよね。いや、そうだよ。だって元々クリスマスってあれでしょ、そのキリスト教でいうところのっていう。そうです。で家族みんなで仕事とかも休んだり切り上げたりしてきて家族で過ごそうっていう日なんだよな。うん、私できるだけ家族と過ごしたいですね、クリスマスは。日本だともうさ、なんか景色の綺麗なとこホテル取ってとかさ、もうおかしくね、おかしい方向進んでるよね。おかしい、おかしい。サンタって何っていう。恋人たちのクリスマスっていうのはそもそもちょっとよく、マライアみたいなね。マライアなー。でもみんな記念にエッチしちゃってるわけだよ。なんでそういう風になるんだよ。いやでも実際そうだろ、日本だと。っていうことはですよ。ホテル借りるってことはそういうことだろ。じゃあ分かった分かった。ということは10月生まれのガキは多いんですな。お前ひでえこと言ってくんだよな。まあまあまあ、っていうかそう見ちゃうよな。10月24日生まれなんだ。いや悪くないよ、悪くないよ、別にクリスマスにセックスをすることは悪くないよ。なんでこんな、悪くはないけど、いやそのアミーゴが言ってることもわかるよ。そういうことじゃないだろうと。そういうことじゃない。家族を増やすってことじゃないだろうと。いる家族と、過ごそうよと。私は本当そっちの方があったかい気がしますけどね。だからさ、俺がそう思うのは別にその、もうちょっとすればさ、まあジョヤの金じゃないけれどさ、はい、まあ、年末年始に入るじゃん。うん、エッチはそっちでいいじゃん。どういうことですか。この理屈はおかしい。よくわかんないです。いやいやいや、よく姫始め的なこと言うじゃない。正月なんかはね。ほら、じゃあ、まあ、みんな休みだしさ。まあ、まあ、ずっと遊び来たりするじゃん、大体。ああ。どっか遊び行ったりもするわけじゃん。日の出を見に行ったりとかさ、ジョヤの金をね、またいで、的なこともあるじゃない。もう一緒に100やつつくみたいなこと言うじゃない。言わねえよ。どこ誰が言ってんだよ。お前はひどいぞ。いやお前はひどいぞ。なんで私なんだよ。お前ひどいこと言うわ。言ってないわ、本当に。でもな、クリスマスは確かに俺は違う気がするな。違いますよ。まだカウントダウンの方がいいですよ。カウントダウンのが。一緒に来年も、ね、過ごそうよ、みたいな感覚で。そうですね。うん。クリスマスはだって、大元になってるストーリーが違うわけじゃない。うん、せめてなんかでも、うん。俺はだからね、踊らされてる気がするんだよな、いろいろそのクリスマス商戦にこうかけてくる。いや、踊らされてますよ。ねえ。うん。恋人同士のみたいなさ。だってね、向こうって結構25日の朝とかって教会行ったりするんじゃないですか。そうだよ、そうだよ。そういうことだよ。ミサみたいなね。実際はね。ね。イブはその家族で過ごして25日みんなで祈りみたいな。そうですよね。そんなの日本だとほとんどやってないでしょ。はい。できれば私はそういう方がいいです。なるほどね。わかるわかる、わかるぞ。はい、イブは家族と過ごし、25日は静かに過ごすみたいな。そうだな。まあ、ついでに言うとだ。はい。もう、休みにしてほしい。確かに。ちょうど23日がさ、ほら、まあ、いい感じで休みじゃないか。はい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 。だったらもう23、24、25ってね。うん。素敵じゃない？素敵ですよ。この、休みになったら。そうだし、なんか、あっちは、
結構なんだろう、仕事仕事な国じゃないじゃないですか。そうだね、休みたい時休んでるみたいな。うん、多分クリスマスも休みなんでしょ向こうは。だってハロウィンだって8日間休みあるとか言ってますから。秋休み的なね。あ、だからさ、日本だとさ、そのカレンダーのあれもあってさ、クリスマスをじゃあ20とかにやっちゃおうとかなんじゃん。そうなんだ。なんかそれも俺すげえやきもきすんだよ。さっきも言ってましたけどね。さっきも言ってたけどさ、まあ、しょうがないんだけどな。うん、なんか平日だと。平日だと、ね、きついね。きついよね。だから、せめてもう23から全部休みでいいじゃんとか思っちゃいますけど、ね。さすがにだってさ、今年で言うと27日にじゃクリスマスやろうとはなんないじゃん。なんないです、なんない。前になるよね。前ですね。ってことはやっぱ19か20日だよ。そうなんです。それか23に、やっちゃう。でも不謹慎じゃない ?23 にクリスマスやっちゃうのも。天皇記念日かなんかでしょ?天皇記念日ですね。そん時は天皇祝おうよってね。キリストじゃなくてね。思うよね、ちょっとね。でも、そうやるやつ絶対いると思うよ。いやいや、いますよ、絶対。なあ、23とかにホテルとか取っても、クリスマスやっちゃおうよと。お前なぁと。ああ、いますね。ああ。明らかに。そんなやついたら俺が原稿作れてやるわ。お前日本人だろと。日本人だろ。いや、でもなんかその、切なかったのが、学生の時とか、なんだろう、23休みなのに24終業式とか。ああ、それぐらいだよね、でもね、学校ってね。なんか行かなきゃいけないんですよ、24。ああ、わかるわかる。あの、半日でも出ちゃうみたいなやつね。めんどくさいね。あれめんどくさかった。ああ、でもそうか、学校ってそれぐらいだよな。で、私は計画的に行動しなかったので、その24日にもう上履きとか全部まとめて持って帰るタイプだったんで。あの、ちょこちょこ持ってかないから、全部最後な。あるある。バカだよな。ちょっとずつ持ってきゃ楽なのにな。全部もうそこでまとめて持って帰っちゃうみたいな。絵の具とか。絵の具とか。絵の具なんか持ち帰っとくってもいいんだけどな。うん。そう。はい、あ。そういう季節にそろそろ近づいてきたってことですな。でも社会人になるとな、やっぱ28ぐらいだろうな、休みは。忘年会になっちゃいますよね。12月入るとね、もうほとんど忘年会。クリスマスじゃなくて忘年会ですよね。忘年会だね。クリスマス兼忘年会ってのあるかもしんないけど。クリスマスの雰囲気ではないよね、いわゆる。ないですね。だってもう、日本中全体がだってクリスマスイコール恋人と過ごすみたいな感じになってるから。おかしいんです。おかしいよ。言っとけ言っとけもっと。あ、もっと言います。おかしいですわ。でもお前彼氏ができたら絶対クリスマス過ごすんだ。いや、私家族選びますね。マジで？うん。それでも彼氏言ってくんじゃねえの？家族より俺と一緒に過ごそうぜみたいな。じゃあ違う日でって言っちゃいます。おかしいだろう。日を変えたら。でも別に過ごさなきゃいけないなんて決まりないじゃないですか。いやいや、まあないんだよ当然、うん、別にいつだっていいわけじゃん一緒に過ごすのは、うん、クリスマスじゃなくても、うん、でもクリスマスに家族で過ごすのはその一日しかないわけだよな。はいはいはい。そう思ったら確かにって思うけど、私大体そのまあ付き合ってた人がいた時は、うん、外してましたからねその日は。うん、その日に会ってなかった。うん、家に帰っちゃう感じか。帰ってましたね。はぁ、それはでもある意味正当なクリスマスの過ごし方なんかもしれないな。はい。だって混んでるし、どこ行っても。それもあるな。なんか嫌なんですよね、私人混み嫌いだから。人混み嫌いなのか。まあわかるけどな。どこも混んでるよな。どこも混んでますね。ケーキ屋さん行っても混んでるし。で、最近は、ちょっと前にも話したけど、萎えるんですよ。外に行くと鏡餅とか置いてあるから。あ、言ってたね。うん、もうごっちゃごちゃになってる。ごっちゃごちゃになってるから、クリスマスに外行っても萎えるだけなんで。まあなぁ。はい、なんだ、家族揃って、この素晴らしき人生をみたいな映画とかもな。見たりして、あれは感動するもんな。うん、見たことある？私、お母さんじゃなくて誰だっけな、見ろって言われて。あれをだって見るんだろ向こう、アメリカとかだと。はい、家族揃ってな、毎回毎回。毎年毎年テレビでやるんだからな。こっちやんないですからね。日本はやんないね。うんうん、うん。
あれだってまあ、いわば家族の話じゃない。はい。そういう感じでいいんじゃないかなと思うんだけどな、そのバカ騒ぎしなくてもな。でもなんかこう、お父さんがつけててるテレビはもう得ないんですよね、クリスマス。クリスマスはでもテレビはなんだ、何アカシアサンタとか、ああいうのは見てるけど。アカシアサンタだけですね、見てんのね。あれはでも見るよな。見ちゃう。あれ、あれ面白いですよね。面白いし、まあ、なんだろうね。落ち着くよね。まあ、日本独特のこの、クリスマスの風物詩みたいな。そうですね。その、他人の不幸を聞いて、自分はまだいい方だと、確認をするわけじゃない。確認をしますね。そう、アカシアさんたちちょっと元気になるみたいな。なるよな。ありますね。自分だけじゃない的ね。うん。あ、でも私そうだ、うん、アカシアサンタで思い出したんですけど、全然アカシアサンタ関係ないんですけど、いいよ、弟が中学生まで信じてたんですよ、うん、サンタを。ずいぶんあれだね。そのピュアな兄弟のね。そんで、その頃私はもう分かってるから、分かってた、4歳も上だし、だからあのお母さんとすっごい、あの抜き足差し足で、あのプレゼント置きに行ったことあります。あ、もう手伝う側になってたんだ。それもなんか面白いよね。赤字屋さんとも見て、で、あ、なんかもう寝たよねみたいなことを言って。そうだな、時間帯的にはな。あれを見て寝るぐらいだよな。そうですね、やってましたね。それでもあれだな、お前ちょっと前まで信じてたけど、その今度は信じ込ませる側に移るってのは面白いな。偉いな、逆にな。いや、私結構壊したくないかったんで。なるほどな。ただ、不安にはなってましたよ、お母さんと。まあ、バレたらどうしようと。いや、そっちじゃなくて、いつまで信じてんだろうみたいな、そういう不安。逆のな。逆の不安は。もう気づけようと。でもなんか壊しもできないとか、なんかすごい。え、中学生？中学校。ちょっとでもそれ遅すぎない？いや、遅いですよ。しかも男の子だし。なあ。でも、おかしいのが、その中1の時点でクラスの男子で、同士で、いるいない論議をしたらしいんで。ああ、そう。幼いんじゃないですかね。全体が。中学校でその議論はやんねえよな。やんないですよね。やんねえなー。やったって言ってたんで、ちょっとびっくりしたんですよ。クラス全体がそうしたほんわかムードで、包まれてたのか。確かに、あの、やつの友達は可愛い子多いんですよ。ピュアな子が多かったんで。そうなんだ。うん。信じてた子多かったみたいですよ。笑ったけど。なるほどなー。いい子だったんだなー。すげえなー。羨ましいよ。ありがとうございます。俺らなんか結構もう荒れてた世代だからさ、そういうのはもう皆無だったけどね。なんかね、それこそなんだ、中学生ぐらいでさ、クリスマスパーティーやろうぜつってみんな酒飲んでるようなさ、そういう、もう何、そういう感じ。なるほど、そういう感じ。私の周りでもまあ、私んちがまあ結構、ほんわかムードすぎる感じだったんですけど。あ、家全体が。他のとこはやっぱちょっと冷めてましたけどね。あー、まあな、うん、そうだろうな。もう地域によんのかな。靴下の中にお金入ってたって聞いた時は悲しくなりましたからね。それは何、どういうこと。わかんないです。買うのがめんどくさいからこれで買ってきてってこと。買ってきてみたいな。子供だったら嬉しいかもな。逆に。でも、すごい好きなもんが買えるぞって。すごい技ですよね、なんか。すごいね。大人って聞き出すときとかって。バレないように。バレないようにね。何が欲しいの、何ちゃんみたいなね。いい子にしてないと来ないよ。いい子にしてないと来ないよっていうやつだよね。言われて、必死で勉強してましたからね、私、宿題とか。本当にそういう風にやってたんだ。クリスマスまでは頑張ろうと思って。宿題も、家帰ったらすぐ終わらせるようなガキになるんですよ、その時期だけ。でもな、サンタ、それどう知るんだよって話なんだけどな。なんか見てるって言われて、どっかから。どっかから。気持ち悪くね、どっかから見てたら。いや、サンタだからいいんですよ。サンタはありなの？サンタはありです。そう、なに、あの、田代正史みたくさ。いや窓ガラスにへわりついてる。やめよう。もうシャワー浴びてるとことか見られてたらどうすんの？やめよう。最高に気持ち悪いだろ。
いい子にしてるかなって見に来てんだろ。気持ち悪いだろ。風呂とトイレにはついてません。いいおしっこしてるかなって見に来るんだろ。なんだそれ。ちゃんとしたポーズでおしっこしてるかなみたいな。確実に捕まるけどな。いやいやいや、だからそこにはない。そっか。はい。なるほどな。そんなクリスマス。そんなクリスマスで。はい。